山本町の臨時災害 FM 放送局のリンゴラジオと申します。それで山本町民の皆様に主に情報を発信しています。まあ、最初はライフラインで安否情報だったりとか、山本町の町民の方どうなってる、山本町がこうなってるっていうのを発信するだったんですが、やっぱり、半年1年と経つごとにつれて、どんどんやはり内容も変えていかなきゃいけないですよね。それで今は復興復旧がメインですね。町外でももちろん聞けるんで、ね、山本町今こうなってるんだよっていう今ですね、山本町のそういったものを発信しているというところですかね。放送時間は、朝の8時から午後6時までが平日なんですね。で週末は午前10時から午後の5時までです。町民の皆さんがこう通ってくれてね、覗いてくれて、ありがとういつも聞いてるよだったりとかね、その町民の皆さんの一言一言が嬉しいですよね。だから結局はリンゴラジオっていうのが町のラジオ、町民の皆さんのラジオなんですよ。あとそうですね、放送内容としてリンゴラジオの一つの目玉が山本町の議会中継をしてるんですね。それで議会中継はいつも以上にこう聴取率が上がりますよね。やはり皆さんね、何に関心があるのか、町を作ることですから、こう山本町議会は白熱しますね。なんだか山本町でラジオが立ち上がったらしいぞっていう話を聞いて、その時の、ね、気持ちってすっごい覚えてるんですけど、すごい安心しました。あ、こういう風になってんだ今山本町。何も情報が入らないと思ってたけど、こうやって誰かが立ち上げてくれた、そして今情報を聞けてる、すごい安心がありましたね。町民の声ですとか、例えばどう思ってるとかこう思ってるっていうのを反映させていく、そしてそれが山本町をもっともっといいところにしていくと思うんですね。そうですね、いろんな人にやっぱり聞いてほしい山本町のラジオで、もっともっといろんな人に参加してほしい。山本町の今を聞きたい、そして山本町の声を聞きたい、そういった方ぜひリンゴラジオを聞きください。山本町もそうですが、復興に向かってみんなで頑張っております。